ちょっと皆さん、ちょっと時間いいですかね。ちょっとだけいいですか。ちょっと皆さん、仕事中、ちょっと私事なんですけど、ちょっと来月を思って、新しいコンプレッサっていう話じゃなくて、9月18日にちょっと試合が違う、松田結構騙しちゃう、俺も寝ましてやってくれて違うよ、そこじゃまあ、大きいからだわ、あ、来るわ、来たよ、来たよ、来たよ。9月18日ちょっと、試合決定しましたんで、前回もね、大きい人ちょっとお待ちもらって迎えない結果だったんで、今度こそは応援の方お願いします。よっ、建前を振りかざし演じているよ。群衆になんてなりたくなかった。俺は俺だと叫んでいたいよ。ラッシュアワーに生まれている休みぶら一番偉い人へ、俺たちは今何をするべきか。心にもどかしい語るし、一番偉い人へ、俺たちは今何をするべきか。どこかで俺セコンドカメラマンを誰にしようかなって言う。今立候補2人出てて、うん、紹介します。こっちの方ですね。これケビン・ランデルマン。ケビン・ランデルマン。ラスマイドル、マイデーす。匠くん、この前あのセミプロで勝利おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいい試合で、まあ、結構カメラに対しては YouTube の撮影は慣れてんじゃないかなって。じゃあ、議論あります。何、インスタグラムをやってまして、たくも兄ちゃんよりフォロワー数も多いですし、1000人超えてるんですよ、インスタのフォロワーが。カメラワーク的には私の方が優秀です。はい、ブレないようにしたりとか、その撮り方とか、やっぱ男なんでその力があるんで。あ、そうか、はいはいはい。それでも1人決まってるんです。いいですか、ちょっといいですか。ハルトです。ハルトって何。ハルトって何。ハルト、ハルト、急に出たハルト、急に出たハルトって誰。なんだろう、緊張しないのかな。試合前に あれね試合前にね。あれが完璧に緊張ほぐれたんですよ。また今回もあれやってくれ。俺が助かる。いや、俺もこれやったI'm not sure if I'm going to be able to do it. どこかで忘れてた。もっと大切な何かを教えてくれ。ファイトチャンネル。
チャンネル。